はい、小5の英語です。本日ワーク、新しいところ入っていきました。18ページというところを使いましてですね、ポイントといいましょうか、テーマといたしましては、誕生日についてね、尋ねたり答えたりできるようにしようというところがテーマでございましたですね。はい、ですので例文としてはですね、はい、こいつです。 When is your birthday?When is your… あ、これクエスチョンマークで、はい、When is your birthday? When is your birthday? そして、My birthday is June 19th. My birthday is June 19th. ということですね。はい、When という言葉、いつということで、時を尋ねることができます。はい、Your、あなたの。ね。はい、そして birthday っていうのはご存知、聞いたことはあるかな。はい、誕生日ということになりますね。はい、ですから When is your birthday? で、あなたの誕生日はいつですかっていうことになったわけよ。で、When is your birthday? あなたの誕生日はいつですか。え、そうだったら My birthday is June 19th。 My birthday is June 19th。 My、 私ので、 birthday は共通で、誕生日、June は6月で19日ということですね。はい、ですから私の誕生日は6月19日ですということで、はい、My birthday is June 19th ということでした。月に関しましては、はい、今ちょっと書き出してみましたので、こいつ、まあ、まずは自分の誕生月から覚えていきましょう。そして12個ね、できるだけ覚えられる、まあ、簡単なものからね、覚えやすいものから覚えてもらったらいいかと思うんですが、はい、まず1月がジャニュアリー、必ず大文字で書き出します。はい、ジャニュアリー。そして2月が、はい、フェブラリー、フェブラリーですね。はい、3月マーチ、マーチ、マーチ。はい、そして、4月が April、April、April。はい、5月が May、May、May。はい、6月 June、June、June。はい、7月 July、July、July。8月 August、August、August。9月 September、September、September。はい、10月 October、October、October。11月November, November, November. 12月 December, December, December ですね。はい、ですので、それぞれまず My birthday, when is your birthday? あなたの誕生日いつですか、聞かれた。ですから My birthday is、 まず月、はい、月。そして次にね、日付なんですが、日付はね、ただただ数字を書けばいいじゃなくてですね、はい、なんだかこの th がついた形ね、助数っていうんですけどね、この助数を使っていかなくちゃいけないんですよ。で、大体は th つければいいんだけど、ちょっとね、あの、1番目、2番目、3番目って多分聞いたことあると思うんですが、ファースト、セカンド、サードなんですよ。だから、例えば1日の人は1と書いてファーストなんで ST って書かなきゃいけないんだね。2日の人はセカンド、ND。3日の人はサードですから RD と書いていくわけです。その他は TH をつけていけばいい。ただ、21日、やはり ST です。22日、やはり ND です。23日、やはり RD です。サードね、23。もう一丁、31日の人もいますね。はい、ということで、1のくらいと言ったら変かな。1、2、3の時、これちょっと注意なんだけれども、その他に関しては TH をつけた形っていうところで、今日のところは言っておきましょう。ね、はい、ですので、まずはね、この月だ、誕生月。覚えられるようにしていきましょうねってことでございました。では、今日はこんなところです。